はい、こんにちは、レトスノーノです。2月15日の3問に入っていきます。当初の存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、借地権者 B の建物が存続期間満了前に地主 A の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、 B は A に対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは誤りですね。当初の存続期間内に無断再築をしたとしても、期間満了の際に更新できない場合、借地権者 B は地主 A に対して建物買取請求ができるんですね。で、今回の問題は建物買取請求できないって書いてあるから誤りだということです。これ今回の問題文の意味がわからないと言った方は、ちゃんとですね、理解をするってことをやってくださいね。こういったところを理解せずに、単に回答だけ、この解説だけを頭に入れると、丸暗記すると言ったとしても、本試験で対応できませんので、それはやっちゃいけないってことなんですよ。ちゃんと理解をする。この問題文が何を意味しているのかっていうのをちゃんと理解する。ここまでやっておきましょう。こういったところを個別指導では解説させていただいております。また対比部分ありますので、その部分もお伝えをして、どのような考え方に基づいて、対比しているのかと。そこまで解説しております。問2です。B が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りをして、多数の B の知人または友人に対して売却する場合、B は免許を必要とする丸か×かという問題です。答えは丸です。免許が必要です。知人または友人に対して不動産を売却するということは、不特定多数のものに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます。つまり本問の B の行為は宅地建物取引業に該当するため免許が必要だということです。まあ、これは基本問題ですね。で、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので絶対に解けるようにしていただければと思います。で、ここで解説している問題の解き方、考え方は必ず頭に入れてください。解き方や考え方を理解したい方はぜひ個別指導ご検討ください。この下の概要欄にある個別指導のリンクから内容をご確認いただけます。で、3番ですね、開発許可です。開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。開発行為の廃止は遅滞なく知事に届け出るだけでいいんですね。許可まではいりません。このような引っ掛け問題って、宅建試験の作成者は好きなんですね。許可と届け出の違いですね。なんで、しっかりこの部分、問題文を読んで回答していただければと思います。細かい部分については、この無料動画ではちょっとお伝えしていませんので、細かい部分まで理解したいと、で、宅建試験絶対合格したいというのであれば、個別指導ご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。